加工なんかないよ。いや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 、桜咲く頃までに帰ってきたいから、うん、それはな。画面もうちょっと明るいでしょ、見にくい。あー、しんどかった。あー、キミ君パフォーマンス、お金持ち、お金持ち復刻版、オッケー。うん、笑ってはいけないになってたけどな。笑ってはいけないになってたけどな。はい、あー、10個パフォーマンス、オッケー。うん、あー、ありがとうございます。こっからはもう多分歩いて1時間かからんぐらいやから、ああそれで笑って、いやでもいい運転手さんやったっすね、はい、うん。ああいやー、何回吹き出しそうだったかも。うん、せやな。もうくどかったな。もうくどかった、確かにくどかったわ。ああおもろかった。まあこっからやったら歩いて間に合うやろ、多分間に合わんかな。ああ、疲れた、口角疲れたわ。ここ疲れた。乗らんわ乗らんわ乗らんわ。うん、いつ頃か自作らがする。あー、しんど。せやな、東京23区って言ってた、いや24区って言ってたな。24言いやがったな。それも思ってた。1個増えた。1個増えた思って、それもツボにはまってたけどな。あ、開花予想3月23なんや。いや、まあ相沢も桜が咲く頃に帰ってくる。相沢桜が咲く頃までには、帰ってきてかまってあげるわ。あー、しんど。え、大阪23なんちゃうやろ、全然満開なんの多分4月の真ん中ぐらいやろ、絶対ちゃう。お、大阪は多分あれやろ、23じゃないと思う、多分ほんまそれ 4月のなんかもう下手したら真ん中ぐらい言ってたけど。 あ、食安疲れた、おかえり。あ、酒始めんのとかやろ、言うたら。まあ、だから4月の、いやいやいや、なんか、あ、岡山はもう咲いてんねや、いい、遅いって言ってたで、大阪なんか。え、ほんまに、なんか4月は頭でもまだワンチャンなんか満開じゃないみたいな。え、東京行くんずらそうかな。キーワード桜。ああ、いや今年は寒いからやろ多分、ちゃうの、そんな早ないって聞いてんけど。いや、あの何、桜の宮のあの桜綺麗からさ、俺はもうぜひ配信で行って。24区もう咲いてんの、24区。疲れた。もうええやろさすがに。いや、それ行こうと思ってる。もう中は人ごちゃごちゃやからあれやけど、それ行ってそれを見せつけて、女子のハートを射止めて、綺麗なものを見せて、でアイテムこじる作戦。疲れた。あ、予約してんや、いい、予約とかいんねんあれ。
ちょっと手前で降りすぎたかな。まあええか。手前で降りすぎたかも。間に合うかな、1時間半。もうちょい乗ればよかった。24、幻の、幻の24区ですね。ああ疲れた。歩くも、レンタカー屋までは歩く。せやな、最近見えへんな。寒いんか暑いんかどっちかわからんな。火出てるとこあったかいねんけど、日陰なったらめっちゃ寒いわ。1時間ぐらいで行けると思うけどな。バリ適当なとこで降りたから、昨日やってた会長、ちょっと喉乾いたな。なんか飲み物買うか。ちょっとすいません、喉乾きました。自販機高いな。自販機高いわ。あかんわ。ここの自販機100か。ダメ、高い。やめた。山田会に入るには、花火、いや、100もいらんよ。ありがとう、パオッケー、特命さんじゃないわ。誰や、千里よ、ごめん、パオー、あざす。ありがとう、飲み物代の足しに、あざす。しゃ桜アイテムないっす。桜アイテムないっす。倒れてないよ。元気には放送してたやん。ありがとう。桜アイテムないっす。やっぱ桜やで。やっぱりな。桜が咲く頃までに。呼んで、だから桜が咲く頃までには帰ってきたいですね。やっぱりな。はい、みゆき2個パン、あざす、オッケー。山田さん、彼氏に5万貸してしまった。返してもらえよ、今すぐに。言えばええやん、彼氏に。山田に課金したいから返せって。総合を忍法と競ってるってことな、俺が。そういうことでいいんか。合ってる。忍法すごいな。でも俺も大概デイビーアイテムもらってんで、えぐいぐらい。それで忍法が総合1位になるってよっぽどもらってんねんな。すごいな。大概もらってんで俺も。あの手この手で。誰かおらんかな。ファンタとか投げたい人、全然投げてええっすよ、金銭と。割とな。全然気にせえへんからな。今日は桜デーやから。ちゃう。帰ってこなくてもいいと思ってんねやったら、山田にアイテム投げたらええやん。忍法30万、えぐいな。えぐいな。誰か、もし、姫君、超富裕層の方、おるやろ、一人ぐらい。おらん。おるやろ。山田っつって、まくったるわみたいな。山田まくってやるぜみたいな。おらんか。なんとかして山田さん。いや、なんとかしてください。忍法やばい。ヤマポーもなんとか。はーい、あーやだっす、パオーン社長、パオーン、オッケー。はい、もう絶対黙っときます。はい、アロアちゃんも3つパオーン、あざす。すいません、飲み物代って言った人、レンタカー代もレンタカー代もダメですか。怒られるか。すいません。レンタカー代は自分でどうにかせ。はい、みゆきありがとう、パオン、あざす、オッケー。レンタカー代も。山田高校付近ってどこかわからん。怒られんな、怒られんな。すいません、すいません。すいません。桜ありやす。いやでもな、今回ちょっとさ、調子乗ってさ、背の高い方の刑にしたった。あざす、アロアありがとう、22枚パオン、あざす、オッケー。背の高い方にしたったわ。見とけよ。
うん、1ヶ月で、いやもうツナ電話来たって俺。いや、ここは何？あれした方がいい。あの何？うん。節約せん方がええかなと思って逆に。うん。ちなみにレンタカー料金、1ヶ月5万500円です。はい。あ、相談コメしてた、ウッキーのとこで。めちゃくちゃしてんな、ほんま。あ、ありがとう。あの人15枚、ポン。あざす、オッケー。いや、じゃあ、背の高い系。背の高い系。1ヶ月、5万500円です。背低い方やったら、一番安いやつやったら3万なんぼやってんけど。うん、あ、そうそう、安いっす、安いっす。はい、ポン。あざす。まあ、安いって言ってもね。あ、安いって言ってもね。まあ、今月はね。もうちょっとほんま言いにくいねんけど、もうここだけの話な、フォロワーランキング1位の人ぶっ飛んだんで、はあ、ここだけの話な、言うなよ言うなよ言うなよ、ああ言うなよ、ああここだけの話な、そ、まあ、その諸事情で結構やっぱ経済的に厳しくなってきたっすね。まあなんかあってやろな、ああ、多分俺ととかではないやろうけど、なんかあってんの多分、うん、そうそう、内緒な、うん、内緒ね、かっこ悪いから内緒な、うん、俺が悪いねな、うん、内緒やで、うん、いろいろあって方向性の違いってやつか、いろいろあって、え、免許あるよ俺、うん、免許めっちゃ人相悪いで俺の見る後であ、後で見る免許、うん、めっちゃ人相悪い、うん、髪短かったからな、うんうん、いやーほんとね、春ってそういう季節よな、うん、いや、ふわって方程式ないで、うん、ロジックなんてすぐ崩れる、うん、おもろいよね、ロジックがあるようでないというか、うん、これぞまさにフラクタル構造よな、あ、ちょっと休憩、ちょっと喉乾いてんけど自販機あらへんわ、うん、もちろん軽自動車当然じゃん、はい、あざす、パオン、あざす、オッケー、いいよ、みゆき、まあせやな、出会いもあるよな、新しいお友達増やしていこう、私はまだ好きな、その気持ちをどんどん課金に落とし込んでいこう、うん、コラボ上がってたやん、桜、あ、咲く頃に、いやどうやろう、桜が咲く頃までにフォロライン1位帰ってきたらいいな、うん、桜が咲く頃までに帰ってきたらいいですね、全部桜、あ、全部桜やわ、いや限界は超えていこうぜ、あ、免許証見る？うん、免許証見たい人ファンタください、うん、免許証見たい人ファンタください、免許証見せます、え、でも隠さなあかんとこ隠さなあかんよな、どこ隠さなあかん、免許証番号を隠した方がいいか、名前やな、これでええか、これでいけるか、あー見える見える、出す、いや髪短かったからな、はい、サービスだぞお前ら、サービスだぞ、
サービスだぞ。あ、まあ自衛隊上がりなんでね、はいはい、免許はまあそれなりに、はい、全部あります。だから自衛隊上がりやっつってるやん、何回言ったわかんねん。尾形も経緯も全部あるわ。自衛隊マジやで、マジやで、マジです、マジです、はい、うん、自衛隊マジです、マジです、はい。だから言ってるやん、俺特殊部隊員おったって。あんなさ、普通に考えてさ、あのライフルの組み立てエアーでもできるやつなんておらんから、自衛隊上がりしか、うん、ライフル組み立てへんで道路で、うん、陸自陸自、いや、8月63日です、俺。あ、ちょちょちょ、自衛隊上がり、自衛隊上がり。そうそう。特殊部隊おったよ。うん。ちゃんとレンジャー訓練も受けたし。うん、最初市がスタートで、で、何あそこ。京都行って、京都の何あそこ。宇治の方行って、でその後北海道行って、最後沖縄で、で一番最後の配属先は内緒、内緒、あの特殊部隊におったんで、はい、最後は配属先は内緒です、はい、うん、陸もちろん陸、うん、しかも俺免許京都で取ってると思う、確か全部、うん、あ、合ってるやろ、免許全部京都や俺、うん、あそこ教習所あるやん、うん、自衛隊の。痛みおらん、うん、だから言ってるやん、うん、免許俺そこやから、うん、宇治で取ってるから俺、え、そんなことないよ、ヒコポン。俺、ヒコポン大好きやで。うん。え、射撃訓練した。射撃訓練っていうかさ、あの、自衛隊の中でさ、あの、拳銃組み立てる大会とかあんねん。あ、ちょ、これ割とマジで。あの、分解して組み立てるみたいな大会あるけど、うん。俺、準優勝やからな。うん。またさっき言っとくと。うん。自分、準優勝したんで。ええ。俺あれやで、あのもう組み立てもめっちゃ早いで、拳銃、うん、バカ早いで、うん、今もできる、余裕余裕、あーらすー、あーもう社長パオー、あなたがアルビで石油掘りやったらその会社が名簿で僕の名前です、じゃあ僕の名前です、あーお金持ちお金持ち、オッケー社長、もうほんと、もうほんとにここにいて、ここにいて社長、そして俺んとこでフォローライン1位になって、ほんと。うん。じゃあ、準優勝、準優勝、マジで。拳銃の種類はトカレフ。トカレフ。うん。うん。あー、うん、守る、全力で。うん。トカレフ。え、ヒコポンなんかあったの？まあ冗談はこのぐらいにしといてな。いやいや、射撃訓練やろか俺、射撃訓練、うん、あの打ち方よしのやつやろか、うん、いやアメリカ製ほぼ使わんで、うん、あと、うん、
あ、見せたるわ射撃訓練。うん、ショートコント射撃訓練。自動照準は横向きに構えます。はい、ハンドガンじゃないんで僕持ってた自動照準なんで、自動照準、タタ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 、 AK つくやつ、 AK つくやつやったんで、はい、AK つくやつ、 AK69 です、はい。ヒコポンは何言ってんの、さっきから。ヒコポンはさっきから何言ってんの。その理論でいくと、まあ基本嘘ですね。たたたたたた、いやでもあれやから、俺スナイパーはマジでできるから、スナイパーはやばいで、スナイパーガチでできるから、近距離戦闘編とかもあるけどな、近距離戦闘編とかも、ちょっと自動販売機行こうぜ、喉渇いたわ。よく訓練中もサボってコンビニ行ったよな。よくな。訓練抜け出してコーヒー買いに行ったよな。マジで。ちなみに、世界トップクラスの軍ってどこか知ってるか、みんな。世界トップクラス、世界一番って。言っとくけど、割とアメリカ空軍の特殊部隊デルタフォースって言われがちやけど、違うで。あのアメリカの確かな、あの水の方や、水の方、水の方ちゃうで、あの空軍特殊部隊じゃないねんで、言っとくけど、水の方やで確か。1番がで、2番目がイギリス、あのサスよね、言うたらの、空か、で3番目があれ何、あ、そうネイビーシールズや、そう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 、水の方、水の方、あっこが一番らしい。しかもそこの訓練ってさ 80% 脱落するらしいからな。違うで、デルタ一番ちゃうで、言っとくけど水の方が一番やぞ。分かった、覚えときや。訓練脱落率は 80% らしいから、最後まで何訓練できる人ほぼおらん、おすすめ戦争映画、もう間違いなくウィル・スミス出てたら鉄板、汗やで、汗やで、もうみんな途中で脱落すんねん、ネイビーシールズの訓練厳しすぎて。あ、そうなの、ナミちゃん、俺吹いてるだけやからね。はい、パンを渡す。たた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 、ちょっと喉乾いたっすね。狙撃しすぎて疲れた。いや違う、俺
海外の軍人が好きなだけ。日本の自衛隊なんでね。あ、メディック嘘です。はい。あの医療特殊部隊。うん、嘘です。はい。うん。嘘です。はい。え、名古屋も行く。名古屋も行くよ。うん。うん。飲み物を飲みたいな。飲み物。ちょっとどっか自動販売機ないかな、マジで。ほんまに一個もない。あ、あった。うん、あった。基本ウィル・スミス出てる映画を全部見てるからな。かっこええよな、ウィル・スミス。まあでも日本語ラップやったら俺の方が上やけどな。JZ よりトゥーパックより俺の方が上やから。ちょっとどうしよう。ちょっと自販機高いな。うん。 S の人って何？何の話や。せやな、衰えたな。あ、ありがとう、特命さん。パオン、あざすオッケー。いいよ。もうちょい自販機で頑張るか。もうちょい自販機で頑張るわ。もうちょい自販機で頑張るわ。そう、ショートコントスナイパー。前方にターゲット捕捉。いつでも射撃可能です。風速4マイル。あ、すいません隊長、そこの被ってる老人右に動かしてもらってもいいですか。はい。ゴアテックスで汚れへんな。いいな。ゴアテックス汚れへんな。すごいな。生地強いな。結構ハードにこれやってるけどさ、全然気づいかへん。いい買い物したわ。レンタカー代5万500円。あ、5万50円やったっけ。あの何、対人対物無制限のあの安心保証パックっていうの上乗せで1万で入ってるから、本来レンタカーだけやったら4万円ぐらい、1ヶ月。よかった、春休み価格入ってるかな思ったけど上乗せなかったわ。バイクの人に見られてた。嘘でしょ。いいよ。どこ、平野くんとこ。ちょっと飲み物買います。皆さんの飲み物買います。ちょっとあれやな、ゼロワンイズム積んでるし、たまにはコーラ飲むか。やろう、ピカイチやろう。レンタカーで東京行きます。喉乾いたからコーラ飲むか。いやでも上の180円やからな。下のしか無理やろ。行こう、いただきます。
くぜ。コーラ飲むぜ、久しぶりに。ああ、いや、これがあれよ、今のコカ・コーラ価格よ。ちなみに皆さん、コカ・コーラというのは販売地域で味が違うんですよ。知ってました？これ。はい。ああ、これ知らんかったやろ。コカ・コーラというのは販売地域で味が違うんですよ。はい、覚えといた方がいいっすよ。あ、マジです、言うたら。うん。マジです。あ、知らんかった。そうそう。そうそう。これ、コカ・コーラの、まあ何、会社の話やけど、うん。あ、そうそう。製造地域やな。ごめん。販売地域という言い方が良くなかった。うん。うん。あ、うん、違うで。日本でもそう。うん。要は、あれやん。なんか売ってるところがこれ調合してるから、うん。なんか元になる、その、フレーバーの原液だけをコカ・コーラというのは、販売してて、そうそうそう。で、それに、あとは、販売してる先が、いろんなもん付け足して売ってるっていう、うん。そうそうそう。はい、これ、製造してるところで味違うんですよ。まあ、中身違うんでね、ええー。ということで、皆さんに有益な情報を提供したということで、ファンタください。はい。ファンタください。いや、それは好みやろ。ちなみに。うん。はい。ください。無理ですか？ダメですか？ダメですか？無理ですか？すいません。じゃあ復刻版ください。それも無理ですか？無理ですか？よし、世に言う迷子だぜ。ちょっと行き過ぎてるな、これ多分。行き過ぎてるわ。さあコーラ飲もうぜ。おっしゃ、オッケー。カンさん、あざす。え、ツナ電気止まったらしい。うん、電話かかってきた、ツナから。山田、もう電気止まって無理だよって言って電話かかってきた。ほんまに割とマジで山田っつって、なんでもっと早く来てくれないの山田っつって、来週来るって言ったじゃんとかって、逆ギレ、突然の逆ギレから始まって、うん、うん、いや3日後ぐらいになったら行くわって言ったら、うん、3日後じゃ遅いよ、もう無理だよって言って、うん、なんでもっと早く来てくれへんのみたいな、うん、もう無理だよ、うん、ちょほんまやで、これマジやで。風呂場じゃなかったら録音しときたかったもん、うん、なんで行くの。いや、じゃあうんこ食えそうやから、うん、TikTok で閲覧爆上げさせてくれそうやから、ツナやったら、うん、だから、うん、それだけ目的は、うん、いや、ほんでうまいこと言ってツナを家から追い出す。でツナの家で俺が配信する、ふわっちで、うんうん、タイトル「ツナの家に来ましたで」で、うん、そう、ツナちょっと外で撮ってやっつって、うん、うまいこと言って外を追い出して鍵閉めて、うん、でふわっちでツナの家で配信。でも電気止まってるって言ってるからな。電気止まってたらどうすんねやろうな。うん。じゃあ、うつさんから、フワでは、うん。電気止まってたらどうすんのかな。あ、あれか。ヘッドライト持っていくか。うん。あ、エンカンさんお疲れ。パオン。オッケー、いいよ、エンカン。うまい。うん。真っ暗やな。ヘッドライトいるな。いやいや、意味あるやろ、絶対。だって TikTok やったらコラボできんもん、ツナと。うん。Wi-Fi いらんくない、別に。あ、ちょ、あいつんちちょっと電波悪いか。電気止まってる。うん。山田、もう電気止まったから無理だよとかで電話かけてきた、今日。うん。え、充電いらん。モバイルバッテリー4台持っていくもん。いらん、いらん。うん。だいたい4台やったら、50時間は配信できるからな。うん、いらん。しかも車で充電できるし、随時、うん、
充電いらないです、うん、もう完全外配信特化型配信者なんで、はい、2万のバッテリー3つあったら余裕やろ、うん、おうっていうかさあ、ほんでさ、なんかもうビッカで行くから待っとけって言ったら私が行くって言うねん、綱は、うん、もう私が大阪行くとか言うの、それ交通費あんねんやったら電気代払えるやろあいつ、うん、何言うてんねんやろうな、わかりません、もういいよ機長に頼むからって言って最後、うん、電話切ったった、うん、もう機長にお願いするわとか言って、うん、どうせ機長も無視するやろうな、機長の家泊めてもらうとか言ってたね、うん、うん、泊めてくれるわけないやん、アホな、うん、誰もうんって言わんわ、うん、アホなんかな、せやな、犬に豚に大変やな、まあ、ビールはコンビニで冷えたやつ買うんちゃう、いつも通り、え、焼き芋売ってる、嘘でしょ、ほんまに、あ、シロ君に言ってみる、一回ツナをシロ君ち持っていく、シロ君出てきたし、どうせ TikTok で行くから別にシロ君でも何でもええからな俺は、うん、シロ君もでもええ番やもんな、配信の収益 TikTok とあれちゃんツイキャスちゃうの知らんけど、ああ、いや大通り出たら大体わかるやん道、うん、ちょっと迷子やわ、うん、ツナから止めてほしいって DM 来たからブロック正解100点、ソーラー付き容量の6万のやつ買ったけど重くて、せやな、それはいらんな、うん、そんなん買うんやったらさ5万円ここで課金した方が絶対ええで、カンさん、カン池上、うん、そんなん買うんやったらさここで5万円課金した方が絶対いい、ほんまマジで強めに、でも TikTok はいけるんじゃん言うたら、いやちゃうやろ、視聴者規制とおすすめ規制で収益化通らへんだけやろつな、多分やけど通報稼ぎすぎてちゃうの、まあとはいえ俺もツイキャスおすすめ規制やけどなあー、こないだ攻めすぎたな、やっぱ火災現場に突っ込んでいくはあかんかったな、うん、まあでもあの時湧いたからええか、うん、あれフワで言ってたら絶対バンやしな、まあええよ、また赤松に反省文出しとくわ、うん、赤松に反省文出しておきます、あー暴言で落とされるか、え、でもさ警告機ですぐ切ったらセーフやろ、あの外部トークって、うん、もうコツつかんだわ、うん、え、南海トラフ地震起きても太陽がある限りふわっち見れる、え、でも南海トラフ地震来てさ、あの電波の基地局津波で流されたらそもそも電波ないからふわっち見られへんで、うえうん、ちなみにやけど、うん、中継基地局潰れたら電波ないっすよ、ええ、うん、電源は確保できるけどふわっちゃ見られへんで多分、うん、まあ住んでる地域にもよるやろうけど、うん、想定が甘いな、うん、うん、想定が甘いっすね、うん、全然想定甘いよな、あの福島だって電波復旧するまでどんだけかかったか知ってる、うん、うん、全然無理やで、うん、あ、すいませんマジレス、すいません、あ、よ、さあもうちょいしたらレンタカー行くか、あ、身分証ないから、ええ、何のために配信してるんあいつって、うん、いやほんま南海トラフ来るまでに生駒に引っ越したいマジで、
裏目標生駒に引っ越しすることやからな。うん、裏目標生駒に引っ越しすることです。はい、なんとかならんかな。ああ、うん、生駒の地盤はめっちゃ強い。うん、もう震度、大阪で震度7来ても何の問題もない、ビクともせん。だから一部関西界隈の富裕層はみんな生駒、うん、その代わりそれ分かってるから、足元見て生駒って戸建てとかバカ高いよな。うん、地震津波ありとあらゆるもの問題ないから、そこは、うん、で大阪から近いでしょ、うん、すぐでしょ。だから割と博識な医者とか多いらしいぞ、生駒の一戸建て。まあ不便な場所やけど、うん、大阪はあそこだけって言ってた。大阪市内は上町台地だけって言ってた、あの水没せえへんの、うん、でも結局周り全部水浸しになってたら意味ないけどな。直接 水かぶって沈まへんのが上町台地だけって言ってた。あと海抜低すぎるらしい。うん。なんか地盤がめっちゃ強固やねんって、あの生駒とか、あの あっこらへんって、うん、うん、って言ってたけどな、うん、いやまあその田舎の方行ったら大丈夫、枚方とかな。でも枚方には淀川あるからな、うん、あれ南海トラフで逆流した水がどんだけ溢れるか次第ちゃう、うん、その辺まで余裕で登るで、ほんであと、うん、南海トラフって言うんやったら、あの寝屋川とか多分森口沈むで、ええ、八尾も山の方行ったらええんちゃう。でも八尾も大和川あるからな、あれ上がってくんで余裕で、うん、水浸しやで、うん、いやだからね、南海トラフ来るまでに生駒に一戸建て建てたら勝ちや。みんなあの大阪の方、大阪のお金持ちの方、うん、山田不動産で、生駒に物件買ってみてはどうですか。吹田も淀川あるじゃん、淀川も神崎川もあるじゃん、うん、あれも全部上がってくんで、うん、そりゃあの何豊中寄り あの山の方まで行ったらどうか知らんけど、うん、あ、はい、フォローしといてください。寝川区場、よろしくお願いします、建てれるわけないやん、うん、建てれるわけないじゃん、うん、無理やろ。せやな、住宅ローンいよいよあれやな、金利上げてきやがったな、うん、まあ来るやろ思ってたけど、本当、日銀ってやることトリッキーやから、うん、これでどんどんあの一般の人の首が締まっていくっすね、言うたら、うん、あれちゃう。で今株価だけ上がっていってるじゃん、これなんかバブルの時と一緒ちゃうか。経済良くなってないのに株価だけ上がっていくみたいな、なでそこにまだに日銀がな、そういうなんかあのか緩和解いてきてみたいな、うん、いよいよ終わるんちゃうか、うん、これで株価弾けたらあれやな、またあれっすね、首吊る人増えるんちゃうか、これで株価ぶっ飛んだら、うん、首吊る人増えるんちゃう。でも今度そうなったら多分な、仮想通貨がどんいくわ、なんとなくやけど、うん、多分ブロックチェーン、うん、仮想通貨がまたどんいくわ、うん、多分な、うん、あー、俺の首に巻いてるこれ倍ぐらいならんかな、マジで、実物資産も強いかもな、うん、首に巻いてるやつ倍ぐらいならんかな、マジで、搾取する側になれないよ、もうド貧乏人助けてくれ、本当もうマジで、本当もう搾取させてアイテム。搾取させて、いやなんかね、経済そんなようなってないのに株価だけ上がってんのは怖いよな。ふわっちの
さあ親会社の株も紙切れになるんちゃうか。紙切れ、配当も全然出さへんみたいし、配当も全然出てないみたいし、助けてください。不景気です、助けてください。あーバカ、潰れたら困るよ、勘弁してよ。あ、松源さんに、あ、てかもう松源さん実家おるでしょ。パオン、あざす、実家おるでしょ。助けてください、ほんと。助けてください。リスナー還元なんもない。あ、ステッカー作ったけどな。あ、おなら出た。ステッカー作ったけどな。270号さん誰なん。ちなみに還元って言うんやったら還元される筆頭側であるってことか、その言い草やと。え、あ、ふわっちからのか。あ、俺からじゃなくて、え、フォロランとかに入ってたらなんかおひねりもらえんで、そっちもあのイベントとかの、花火もらったりとかしてるで結構。275、それあれちゃう、押しが足らへんのちゃうか、押し方が足らへんのちゃうか。フォロランの人とか結構恩恵もらってんで。ちなみに爆破するなよ、もったいない。ここでプラチナのタヌキにまでなっていこうぜ。そしたら、あー、せやな、融資か。あー、ほんまやな、金利上がっちゃうもんな、言うたら。ほんまやな。え、でも給料上げた会社なんかないでしょ、ほとんどほとんどないでしょ多分。あ、気ぃつかんかった。なんかな、恩恵あるときあるっすよ、結構。あるで。よう見といた方がええで。時間、だって5時やもん。こっからもう45分かからへんから。もうちょっとね、レンタカー屋さんに行く兼ね合い、放送は終わるけど。しかも、車載配信の道具なんか何も持ってきてないし、言うたら。どっちにしたって家帰らな、無理やから。しかも、帰ったら帰ったで、何もうゴヤナ行くだにしたくせなあかんからな。前に応援してた人が入賞した時、そのイベントのチョコ1個だよ。いらんわ、やんな。やんな。産業の形態がまた新しくなってくるとメインが、いやほんまな。そろそろあれちゃん、配信業もさ認められつつあるんちゃう。バカにできひんで。もしかしたらないかな。車載は、いやもうぶっ飛ばしていくかな、名古屋まで着いてからちゃう。もう、もう落とされんの嫌やからさ、車載配信。しかも俺どうせキャスおすすめ規制やし。あー、なんもなかった。じゃ俺んとこで入ってみんや、なんかあるで多分。とびっきりの笑顔でありがとうって言われるで。俺からのとびっきりの笑顔でありがとうってあるで。どう、マクドナルドで言うところのスマイルあげるけどな。どうする、どうする、どうすんの。とびっきりの笑顔やで。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よく頑張ったね、来月もよろしく、ありがとう。え、違う、 TikTok に力入れてるつもり。はい、ありがとう、アグマ博士、パオン、アザス。もうモイキャスは3番目や。ウーバーでスマイルお届け。ありがとう。色恋されてた時総合のフォローライン1位やったけど恩恵なんか、え、誰にされてたん。初コメありがとう、初コメからの花火。ちょ、どう匿名さん、パオーオッケー、いいよ、ほんとね。匿名さんといつか一緒に淀川で花火見れたらいいなと思う。で、初コメやろ、匿名さん。やろ、わかる、マジで。初コメでしょ、匿名さん。ちょ、待ってよ。どう
ちょっとな、諸事情でうちのところフォロワーランキング1位の人ぶっ飛んだんですよ。どうすか、食い込んでけんすか、どうすかどう、ちょっといろいろあって、どう初コメで花火つけるってことはもうあれやろ、ちょっとブレーキ外れてきたやろ、うん、ブレーキ外れてきたやろ、走っていこうよ一緒に、お友達、どうお友達、共に走らへんか言うたら、俺とエグゼクティブな、世界線に行かへんか一緒に、うん、まあ悪く言ったら飛んだ、よく言ったら飛んだ、うん、ぶっ飛んだ、ぶっ飛んだ、まあいろいろあって、どう俺と一緒に夢の続き見ないかい、繰り上がりやな、繰り上がりやで、あそう卒業した、言い方悪い、じゃ卒業した、悪く言ったら飛んだ、よく言ったら卒業した、どう入学しないですか奥さん、どう入学しないですか、してほしいけどな、山田学園に、楽しいよ、すみません、フォロワーランキング8000位、はい、パオン上げていこう、パオンアザスオッケー、ビーハナほっとね、いつか一緒にフォロワーランキング走ろうね、走ろうね、いいよ、どんどん上げていこう、8000位から、それをあと何7200回続けたら多分1位いける、あと7200回続けよう、でもね奥さん聞いてください、それ7200回ってすごい手間かかるでしょ、いい方法があるんですよ奥さん、それを20個ずつまとめて、20個ずつまとめると手間が72回で済むから、いきましょう、それをね、ね、7000何回とか700回とかもうあれでしょ、鬼の所業でしょ、違うんすよ、運営さんもよく考えてる、それ20個とかまとめて投げるんです、お求めやすい、ほんと、今話題になってる柿立つって音声やで、で山田会、かなり最初の時に見てたけど久しぶりに来ました、パオンありがとう、ありがとう、どう奥さん、上げていく、テンション上がってきた、テンション上がらへん、まだ土下座しようか、全然土下座するで、俺アスファルトにデコつけて額から血出るまで頭こすりつけるけど、どうする、山田くんのフォロラン5位やったらほんまマジできっちゃねえ話やけど、20ちょっとでいけると思うっすよ、3915さん20ちょっとでいけると思う、今見ようか、ちょ待って今見たるわ、ちょ待って金のたぬきさん俺今見る、入って、ちょ待って今見てあげるわ、見てあげる3915さん、なんぼなったら入れるか、入ろう、入っていこう、ハイアンドロー、ちょっと待ってな、見たるわ、今速攻見せたるわ、あ見せたあかんわ、見せてわけないわ、ちょっと待ってな、フォロワーランキング、あー5位まで、累計は無理やで、そんなんで、5位、今月の5位までやったら、22万4830だから23万円で入れます、23万円で入れます、今月は、はい、あおなら出た、今月は23万円で5位までに入れます、あ累計5位まではいやーちょっとやらしいけど、累計はちょっとね、150万とかだと思います、すいません、すいません累計はごめんなさい、100万円超えてこないとちょっとすいません、はあ、すいませんごめんなさい、
累計はちょっとね、ごめんなさい。まあ、そうですね。うん。累計はごめんなさい。はい。すいません。すいません。やっぱりね、長いんでね。長いんでね。はい。うん。そうですね。はい、もうお願いします。3915さん、お願いします。入ってください。うん。はい、パオン、あざす。ちなみに、ヤマトくんやめて、ヤマトさんにして、うん。ヤマトさん言っとくけど、今月月間で言うと、フォロランク5位ですよ。やめてください。ヤマトさんつけてください。ここでは。ヤマトさん、うん、5位ですよ。わかってます？皆さん。月間5位ですよ、あの方。うん、3つけてください。うん。うん。ヤマト3つけてください。はい。うん、100位になるには ?100 位は別にあれじゃない。累計の100位。ちょっと待って、見たるわ。累計の100位は、累計の100位は、累計の100位は、いや、累計の100位でも2桁使わな無理や。すごいな、そう考えたら。累計の100位も2桁はいるっす。数万円では無理ですね。ええ。そう考えたらすごいな。ああ。すごいわ。マジか。ああ。はあ。すごいね。マンスリーは、月間は、月間はもう、あれっすね。いや、月間でも万使わな無理っす。すごいな。すいません。月間も、万使わな無理っす。100位までやろう。数千円じゃ無理です。すごいな。多くの方が参加されてるんですね。すごいな。うん。すごいな。ちょ待って。月間100位で万使わな無理って言ったら、俺今月何本あるかバレるやん。バレるやん。うん。バレたやん。うん。ポイント発表の意味なくなるやん。うん。うん、なあ。やな、バレるな、うまいな。ほんまや、100位で万って言ったらさ、うん、なあ、やばいな、すごいっすね。っていう冗談は置いといて、うん、かきたつ見てたよ、もちろん、うん、山田会やから、うん、まあ割と何でもオープンなんでね、何でもオープンなんで、自分は。ああ、いやでもレンタカーさ、無理して高い方借りてもうたからな。いやでもな、その方がカッコつくからな。うん、すごいな、社長な、うん、すごいよね、本当社長。もう30分したら行かなあかんな。ちょっと背伸びした。累計300万ポイント台って山田さんのところだとどの辺？いや、1位やで、多分。うん。3、累計やろ。300いったら1位やで。はい、頑張ります。パオ、あざす。うん。頑張ります。脳の人、ありがとうございます。だから皆さんも、よかったら、桜のアイテムよろしくお願いします。うん。うん。まあ、そうよな。うん。まあ、って言っても軽自動車やけどな。背が高くなっただけの軽自動車やからな。はい、みゆき、パオン、アナスオッケー5枚、いいよ。うん。急にめっちゃ寒なってきたな。
はい、もし桜の花びら残ってる人おったらくださいね。え、桜4枚パオン、いいよ。え、お4枚、うん、はい、いいよいいよ。匿名さん、はい、キミ君も40枚パオン、あざす、オッケー。わしないん、え、フォローしてないやん、うん、フォロワーランキングで表示されへん、パオン、あざす、うん、君フォローしてないじゃん、うん、出るわけないやん。はい、名の人あざす、パオン、オッケー、いいよ、うまい、うん、どのぐらいやねん。でも結構いってると思うけどな。せんな、俺んとこな、天の弱で俺フォローせえへんけど、古参勢がおるからな。うん、なんとも言えよな。お得ページからだと Google プレイカード、あ、せやな、多分使われへんと思う。ウェブやろ、無理無理。だから Google プレイカードはもう全部キャリアで使ったらどうすか。よいしょ。さあ、行くか、ソロ墓地行くか、レンタカー回収しに、うん、よいしょ、オッケー。はあ、長い夜になりそうだぜ。今日から長い夜になりそうだぜ、うん、今日からまたあれやろな、毎日くたくたやねやろな。ゾッとしてきたわ、うん。ああ、そうせやで。だから一回家帰って、で、もう用意して、で、車載配信の用意して、で、そのままとりあえず名古屋までぶっ飛んで、うん。あ、リーチさん3つ、アザスパンオッケー、ゴシゴシオッケー、いいよ、リーチさん。せやで、もう睡眠はもう無理やな。名古屋着いてからやな。ああ。で、明日、1日、名古屋でリアトツ待ちして、うん。そうそう。一日もすんのかどうか知らんけど、うん、その感じで行こうかなと思ってる、うん、で名古屋でも食えそうなうんこあったら適当に食って、うん、で、そんで東京バン、うん、東京バン、うん、でどうやろうな。いや、あわんわんわん、ないない、そんな、まあそのタイトルでこすったりはするかもしらんけど、そんなもう誠司さんのそのビッグコンテンツ、あの、まあいいって言われてるけどな、いいって言われてるけど、うん、はい、ありがとうございます、パオン、あざす、オッケー、いいよ、ノーの人、オッケー、いいよ、うん、あの久保さんは別に考えてない、うん、うん、サーブ、うん、まあタイトルには1日ぐらいしたいけどな。いや、いけるよ、俺あれあるから、あの何、第6巻あるから感覚でいける、見つけれるっていうか、もう見つけたよね、うん、山田は変わってなくて嬉しい、はい、パオン、あざす、いや変わらんよ、変わらんけどなあ、どっかで変わらなあかんねやろうな、マジで、あ、そうそう、いやいや、ちゃちゃ、もうここがちゃうから、やっぱり、うん、相沢さん IQ136 やろ、俺2やもん、うん、任してよ、うん、相沢さん、あ、ちょ、137になったよ、8になったよ、うん、俺2やから、うん、あ、寒い、今日もやっぱあれやな、140なったんか、言うたらいよいよアインシュタインを超える時が来たな、相沢もな、うん、アインシュタインさんが最後に娘さんに残した手紙の話していいか、うん、いいか、せんでいい。うん、アインシュタインさんが、うん、何、最後娘さんに残された手紙の話したろか、言うたら、うん、いや、あの人ってまあ何、まあいわゆるその量子力学とか、まあ力のお話の先輩特許の人やん、うん、この世であの一番力あるものって何か最終的に結論付けてんねん、しかも方程式とセットで、あの原子力でもない、うん、何が一番力あるか分かるか、うん、クイズや、逆にクイズだ、うん、うん、原子力よりも、うん、一番力のあるものとされてるもの、うん、あー、さすが195号さん、素敵、正解、うん、
愛らしいぞ。うん、愛らしいぞ。うん、愛らしいぞ。お前らは俺に課金という愛を向けてくれ。いや、それがな、ちゃんと計算式入ってたらしいで、なんで愛が一番力あるかっていうのを計算式入れてたらしいぞ。うん、おしゃれに。どこおるか分かってもうた、平野です。ファンをあざす。うん、だからお前らはな、俺への愛足らんのちゃうか、課金で。うん、な、うん、そう、愛を数値化してくれ、もっと。うん、うん、俺をマンスリー1位にする力あるやろ、みんな。ないか？うん、ない？ないか？うん、うん、ない？ない？はい！あ、エリナありがとう！パオン！いいよ、アイ。いいよ、ゴシゴシオッケー。うん、え、ちゃうで。運動エネルギーの話やで。うん、ちなみにな。確か、なんかそんなやったと思う。うん、はい、ぽよちゃんありがとう、パオン。うん、そう、愛イコール課金。パオン、あざす、オッケー、いいよ。うん、そうそうそう。そう、そんなもん、そんなもん、いいよ。コツコツ行こうぜ。寒、うん。ちょっといい話してもうたな。うん、いい話してもうたな。いい話してしまったな。はあ、寒い。あの人でも好感度、いや知らん、それ なんでそんな送ったんかは知らんけど、うん、らしいよ、うん、ツナは大丈夫、電気止まっても全然元気に生きてた。生きてたよ。あと25分、あと25分。何だ、そう、北斗の剣みたいな、403号。ああ、俺こんなにみんなのこと愛してんのにな、マジで。みんなからの愛が少ないわ。俺こんなにみんなのこと愛してんのにな、こんなに愛してんのにな、伝わらへんな。うん、こんなに愛してんのにな、うん、こんなに愛してんのにな、うん、いやいや、愛してるやろ、どう考えても。うん、毎日毎日さ、画面に向かってさ、うん、アホみたいに、うん、外を歩いてる人らからはさ、白い目で見られて、ほんま。あ、そうです、32号さん、それをどんどん、何こう、どんどん乗せていってくれたらいい。うん、そんなん言うから勘違い起こす。いや、もうやめろよ。誰やねん、該当してる人。知らん、アイザー。別に俺アイザーの放送なんか見えへんからな。されててもされてなくてもどっちでもいい。うん、あ、送る送る送る。ステッカーできて、あの、取りに来られへんような人らはもう返信用封筒送ってきて。うんうん、そうそう、それが一番いいわ。うん、あの、返信用封筒にちゃんと切って貼ってな。うん、で、俺それに詰めてそのままポストにぶち込むから。うん、はい、 KP パオン、あざす。でもな、まだかかるからな、1週間ぐらいかかんのかな。うん、いや、まだヒコポンとナスビとアイザーと花火したら、うん、誰か絶対バンなる。ああ、うんうんうん、それで行こうかな思ってる。じゃあ俺手間かからへんや。もういちいち聞いて住所書いてなんてやってる暇ないからな、多分。しかもそれが50人とかなりだしたらもう半日仕事になるからな。うん、だからそう、返信用封筒に切って貼って、うん、そうそう、送ってくれたら随時それに突っ込んでいくわ。うん、それやと助かります。ああ、
事務員さんでもおったらね、うん、丸投げできるんですけどね。相沢さんリスワン取れへんかったん、運営問い合わせアホやな、うん、運営さんもそれ見て、あ、こいつアホやなと思ってるだけやで、ええ、あ、欲しい、みんな俺の住所知ってるやろ、うん、で、まだできてないからな、ステッカーできてからにしてな、うん、うん、なんで俺の住所知らんねん住所定期、住所定期お願いします。え、間に合うよ、だってそこやもん、もう。え、でももう着いたら終わるで、うん、着いたら終わるっすよ、うん、どっちにしたってそっから先放送できへんから。はい、ここです、大阪府大阪市中央区高津2丁目 1-25 東道頓堀千住プラザ301です。はい、これ俺の住所です、合ってます。住所教えてって、さっき免許証見たやろ。あ、ちゃうわ、住所隠してたんか、うん、うん、これ俺の住所です。ちょっと用意結構時間かかるから、わからん何時になるか、うん、もう下手したらパッて配信ついたら夜名古屋から配信ついてるかも。え、めっちゃ近所やん、今さら、うん、あ、せやな、なんか譲ってあげるわとかいう気持ち悪いコメント書いてたな。さすがにボボちゃんもドン引きしてたわ、そのコメントに顔引きつってたで、え、みたいなえみたいな、なあ、うん、よっぽど悔しかってんやろ、うん、相沢がそんだけ悔しがってくれたらやりがいあるわうん、うん、これからも永久に邪魔し続けよう、うん、これからも永久に邪魔し続けます。いやいやいや、俺は別にどっちでもいい、リスナーさんが気分いいやろなと思ってそっちに動くだけで、俺はさ、どうでもいいよ別に。ああ、あいつがリスワン取ろうが何しようが、うん、あ、はい、楽しみにしていてください。そうそうそう、リスナーさんが喜ぶからしてるだけ、うん、俺そんなに性格悪ないから、うん、うん、しゃあ、お名前部長山田でいいよ別に、いや山田で届く、うん、うん、お名前は部長山田で届きますよ、もう山田でいいですわ、うん、名古屋行くなら、え、ボボちゃんって車で来てるんじゃなかった、なんか言ってなかったっけ。いや、さすがに一緒にはええわ、さすがに、うん、うん、さすがに気使うわ、しかも俺都合で寄り道できひんくなってまうから、うん、そうそう、わ、悪いやん、うん、しかもそうなったら永久に配信回してなあかんくなるからな、うん、しんどいじゃないと空白の時間あったらムフフって思われるやろ。ああ、ありがとうございます、パオーアダス、ほんとね、 M の人助けて、ほんとにもう、うちでフォローラン走ってパオーアダス、はい、気つけていきます。あ、そう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 、うん、で、あ、なんやかんや言うて、あの子あれ加工の回もあって容姿よく映ってるからガチ恋の人も多いやろ、うん、レディースデーじゃなくてもリスワン取れるわ、まだ香川さんもいるってみっともないうん、ダサいこと言うてんな、うん、あ、ダサいこと言うてんな、人を当てにして取ろうとするな俺みたいに、うん、あなたは大丈夫よ。いやいや、そんなことない、お、助けて、担いで、パオン、苦労が絶えないわよ本当に。空見てたら1万円降ってけえへんかな、まあ、なかなか無理ゲーやな。あ、でも一回な、めっちゃ昔やねんけどさ、あの道路に1万円札ばらまいてる、ばらまかれてたことあってさ、うん、友達と2人で全部回収したったわ、めっちゃ昔やけど、あの千日前通りでさ、あの千日前通りでさ、なんかえらい神待ってるなみたいな、うん、なあのゴミっつって2人でじーっと見てたらさ、おい、あれ金やぞみたいな、うん、全部拾った、全部拾った、うん、マジで、うん、全部拾ったわ、全部拾って全部使ったわ。おお、
もう道路まで飛び出していったもんな、二人で。ええー、うん。全部で20万ぐらいあったわ。うん。あ、だから上見てたら降ってくる可能性あるけどな。うん。いやいや、ほんまやばいで。お千日前通りで。うん。しかももう車に踏まれてさ、あの、ちぎれてんのとかもあったけどさ、あれ多分、全部集めたら多分50万ぐらいあったで、多分。うん。しかもさ、2人揃って道路飛び出していってさ、かき集めてるもんやからさ、他のやつも続々と参入してきてさ、みんなで拾うみたいな。みんなで拾うみたいな。うん。あいつらな、最初さ、後ろの車とか本鳴らしてきてたけどさ、うん、降りてきて必死になって拾ってるから。あったよな。あれ誰がばらまいてくれてんやろ。うん、あんなやつ現れへんかな。いやたまたま路中してさ、タバコ吸ってさ、うだうだ言っててん言うたら、うん、うだうだ言ってたらさ、うん、ほんまずなんかひらひらひらって飛びまくってんねん、うん、でなんかあの何ゴミ収集車とかがミスってばらまいてんのかなみたいな、うん、その感じは思ってたらさ、じっと見たら現金やねん、うわーっつって、うん、二人で飛び出していって拾ったもんですね、ラッキー、うん、あー寒い、あもうあと15分で着かなあかんねんな、あー終わるか、そろぼち終わるか、もう30分までは行きたかったけどな、電話かかってきそう、お電話かかってきそうやわ、最後タバコだけ吸っていくか、寒い、今日も寒いな、昼間そうでもなかった、さっきまでそうでもなかったよな、うん、ちょっとレンタカー屋さん行かなあかんから、もうどうせドライビングモードもできひんし、ものないから、うん、終わりでいいよ、しかもちゃんと領収書とかも書いてもらわなあかんし、お金も払わなあかんし、うん、うん、一旦終わり、でも、どうしようかな、今日な、これ移動あんもんな、用意もせなあかんしな、めっちゃな、猛ダッシュで。うん、今日洗濯した服乾いてるかな、いや次枠ちょっとほんま下手したら日付超えてるかも、うん、日付超えちゃってるかも、いやちゃう、まず名古屋、うん、もう一回でもう走りきるのしんどい、いやし名古屋にうんこありそうやから、うん、名古屋 1日2日こすって、うん、ほんでその後東京向かって、まあ、適当にうんこ食い散らかして帰ってくる、いやでもワンライブの社長、俺こないだ警備頑張ったからなんかご褒美してくれへんかな。あかんかな、うん、ワンライブの社長ご褒美してくれへんかな、うん、怒るかな、いや今のとこ別に何も予定ない、まあ桜が咲く頃までには帰ってこようと思いましたね。桜が咲く頃までには人をネタにするってか、ネタにされる側双方メリットあって当たり前で、山田さんの場合終わりがなくただ人を追い詰めてるだけに見える、山田さんはどういう配信者になりたいんですか、いや特に深く考えたことありません、すいません、あ、デイベって今日までなん、うん、すいません、413号さん何も考えてません、自由です、うん、わかりません、そんなそこまで深く物事を考えたことはありません、うん、まあ結果僕が取った行動でもう誰かが追い込まれてるというんであれば、それはじゃあすいません、うん、うん、それはじゃあすいません、はい、ごめんなさい、ただ何にも考えてません、はい、エンターテイメントがしたいです、はい、うん、何もネタないけど家凸させてください、え俺今日からあれやで名古屋やで、うん、今日から名古屋やで俺、うん、
帰ってきてからってこと、うん、しかも31号が誰かもわからへんやん。え、これは世の中の真理なんだけど、民衆には生贄が必要なの。人中力っすか。あ、4月ね。はい、4月。ただ、ちょっとすいません。誰かわからないんで、31号さんが。はい。どなたかわからないんで、はいとは言い切れないです。はい。うん。誰かわからへんから。すいません。別にネタなくてもいいんすけど、はい。誰かも分からへん人に、はいとはちょっと言い切れないです。はい。おばあちゃんです。前に LINE で話しました。あー !OK! ええよ。東大阪の おばあちゃんやな。多分。ちゃうか。言ってなかったっけ、生活保護の人ちゃうかったっけ。桜の復刻アイテム2500円で1000円ちょっとちゃうかな、多分。知らんけど。え、合ってる?ちゃう?ああ、いいよ。全然いい。もう、ぜひぜひ。はい。もう、ぜひ来てください。はい。もう、ウェルカムです、言うたら。ドルフィンさんを超えていってください。お願いします。うん、掃除させてあげますわ。そしたら。はい。OK です。はい。来てください。うん。そうそう。生活保護のおばあちゃん。家きれいに掃除してください。僕の家隅々まで、やったね。せやな、掃除してもらおう。ええ加減、掃除機かけて部屋片付けて、でトイレと風呂、きれいにして、そうそうそう、あ、もう行かなあかんな。うん、もう行かなあかんわ。じゃあちょっとお時間中途半端ですけど、一旦これにてちょめろうと思いましたね。ええ。うん。自分の家の掃除もヘルパーさんにやってもらってるのに、まあええやん、リハビリがてら。うん、俺の家は掃除して。うん。じゃなかったら、あれやん、何しに来てんってなってまうから、うん、掃除して。はい、一旦ちょっとこれにておいとまさせていただきます。じゃあエンディングといきますか。エンディングといきますか。ちょっと待って、エンディングの準備忘れてた。エンディングです、皆さん。エンディング、はい、まだオツじゃない、エンディング。いますよ、みんな。桜のアイテム投げるの今やで、今やで。桜のアイテム投げるの、はい、パオンアダス、オッケー、いいよ。エンディングです。はい、みゆき、ありがとう、5枚。パオン、あざす、オッケー、いいよ。
や5時間に合わへんな、うん、終わらなあかんな。はいぽよちゃんパンオッケーいいよ。うわむせた。次ちょっと背の高い毛。じゃあまた夜にお会いしましょう皆さん。桜が咲く頃までには帰ってこようと思いましたね、うん、はいマッサージありがとうパオンあざす。はいアムちゃんもありがとうパオンオッケーいいよ。はいお疲れ様でしたありがとうございます。じゃあレンタカー借りてきます。ありがとうございます。お疲れ様。